胡椒ペーストトマトペーストサルチャとは、トマトを煮詰めて作るトルコの発酵調味料。トマトのペースト。様々な野菜、特にトマトと赤唐辛子をジュースを抽出して煮た後、粉砕したピューレ食品。赤いペースト状で、外見は一般的なトマトピューレやトマトペーストに似ている。硬さは日本の味噌程度。トマトの他にパプリカのサルチャもある。煮込みやスープの味付けに使ったり、パンに塗ったりと、トルコでは様々な料理に使われる。水で溶いてトマトジュースにして飲むこともある。材料は基本的にトマトのみである。塩や粉唐辛子などを入れることもある。1kg のサルチャを作るのに 6kg のトマトを使用する。最初にトマトのヘタを取って適当な大きさに切り、袋に入れて何日間か置き水分を出す。それをこして潰し、大鍋でペースト状になるまで煮詰める。煮詰めた後に数日間天日干しにすることもあり、この天日干しや袋に入れて放置している間に発酵が進む。もともとは保存食として作られていた。かつては冬にトマトを栽培できなかったため、夏にトマトを収穫し、それぞれの家庭でサルチャに加工し、保存していた。夏は野菜をたっぷり使って味わい深く、冬は野菜を美味しく保存するために使用している。伝統的にトマトペーストは、戸外で太陽の下でそれを保つことによって乾燥される。ただし、缶詰として企業が製造する。トマトペーストは通常熱の影響を受けてオーブンで乾燥される。トマトペーストはトマトが使用されるすべての料理に使用できる。トマトジュースに希釈して使用することもできる。トマトペーストの製造方法は2種類ある。1熱間加工、トマトを細断する。得られたマッシュはすぐに加熱され、パルパーでパルプ化される。この方法を熱間加工という。2冷間加工。トマトを細断する。得られたマッシュを食浸し、パルプを加熱する。この方法を冷間加工という。どちらの方法にも長所と短所がある。熱い方法では、マッシュが突然加熱され、ペクチン分解酵素が不活性になる。また、カーネルハウスにあるガム物質や殻の着色物質が熱でトマトペーストに染み込むため、濃くて美しく発色した紙で発生します。ただし、コアを通過する物質によっては、ペーストの味や味が損なわれ、わずかに苦い味がします。これを防ぐために、冷間加工を施しています。冷間加工では、洗い物が食浸され、コアが分離され、次に加熱され、次にパルパーに送られて薄くされます。ペクチン分解酵素は、採卵から加熱までの時間でペクチンを分解し、種の家の粘着性物質は、トマトペーストにあまり移らないので、ペーストの味は良くなりますが、一貫性の少ないペーストが形成されます。トルコ版、味噌。原料は、あの野菜。ナショナルジオグラフィック。2020年8月14日、閲覧。ありがとうございます。